こちらの車なんですが、今雪に車が埋まってしまって動けなくなっています。昨夜から今朝にかけてドカ雪となった道内、石狩や空知地方を中心に一気に雪が降り、札幌市北区では12時間で29センチの降雪を記録しました。私起きたらもうこの通りだもの、大変ですよ。これから仕事行くんですけどね。ちょっと出られそうですかね。いや、まだ時間、1時間2時間かかると思います。また玄関から外の様子を伺っている男性も、今お家出れない状態ですよね。そうだよね、今一かけやろうかと思って眺めて今起きたから。俺は1日がかりだね、ゆっくりやるから。この雪で札幌市や岩見沢市、江別市などの小中学校と高校合わせて46校が臨時休校となったほか、登校時間を繰り下げた学校も10校ありました。学校からメール来て10時15分登校に変わったんですよ。それは小学校で、そこも市の小学校、この雪で。昨夜から今朝にかけての雪雲レーダーを見ると、活発な雪雲が札幌市の北側や岩見沢市のあたりに、風がぶつかり合っていたため数時間にわたり雪雲が流れ込み続けたとみられています。岩見沢市では走行中の列車が雪で前に進めなくなる事態も。昨日午後11時半ごろ、岩見沢峰信間で普通列車が雪に埋まって動けなくなりました。乗客11人は車内で一夜を明かし、およそ8時間後代替バスで移動しました。他にも旭川に向かっていた特急列車が乗客24人を乗せたまま岩見沢駅で立ち往生。こちらはおよそ6時間停車した後、札幌駅に引き返しました。今年本当に岩見沢地区を中心に、多くの雪が降ってですね、線路の周りの雪も、結構残っているという状況の中で、可能な限りそこら辺の除排雪には努めてきたつもりですけれども、それに対して降った量ですとか風が、追いつかなかった。 JR は函館線の江別旭川間や学園都市線の愛の里公園から北海道医療大学間で終日運転を見合わせるなど、特急58本を含む334本を運休しました。